YouTube から世界のクリエイター向けにこんなメールが届いてるんですよ。多分届いてますよね。これね、アメリカに対して税務情報を提出しないといけなくなっちゃったんですよ。で、これをやらないとね、収益の中からね、最大で24%もこう控除としてもう差し引かれちゃうんですよ。これちょっと痛いですよね。24%って大きいですよね。でも、 アメリカと税務情報のパートナーシップっていうかね、まあ、提携を結んでる、締結してる、言い方合ってるのかな。そういう、えー、税に関する取り決めを、まあ、条約を結んでる国。これ日本も、ここカナダも、その国の中に入ってるんですけど、その国の中に入ってる人は、ちゃんと適切な情報の申請を Google に対してやっておけば、 24%を取られることはないっていうことなんです。でね、これを見て俺もちょっとこれ早くやんないといけないなと思って、6月には早ければ始まるらしいんですよ。だからこの動画を見てまだやってない人参考にしてやってみてください。今から俺もやるんで、その画面を皆さんにシェアしますんで、どんな流れになるかっていうのも、この動画を見てもらえればわかると思います。メールで届いた人は、このヘルプセンターっていうところをクリックしてください。 YouTube Studio の中ではね、一番上の方に出てます。で、始めるっていうところをクリックしたら、この画面になるんですね。YouTube を日本語で使っていれば、ここ日本語で、ここの画面はね、出るんで大丈夫ですよ。そして、AddSense のアカウントにログインします。そしてこれですね、Manage Tax Info これをクリックします。ここはもう英語になってるけど、皆さんもね、ひょっとしたら、日本語じゃなくてね、英語で見ないといけないかもしれないんで、 ちょっと参考にしてくださいね。一緒にやっていきましょう。ここで、add tax info タックス情報を入力。まず自分のアカウント、このノリートのアカウントが、individual 個人か個人じゃないか。個人なんで、individual 多分ほとんどの人は個人ですよね。で、next そして次が、アメリカ市民ですか ?no.next そして、この下は、個人でやってる人は、上のこっちの方ですね。w 八 b e n っていうやつになると思います。下の方はアメリカでビジネスをやってる人向けになるんじゃないのかな。これは上の方ですね。そして、スタ WHBEN form。ここはあとはね、タックスの情報をね、細かく入れないといけないみたいですね。 名前がもし違ったら名前のところをクリックして正確な名前を入れましょうね。俺の場合は乗り継ぐを足さないといけないんで足して、あとはビジネスじゃないんでここは関係なし。そして country of citizenship。市民権があるところなので俺の場合は日本ですね。みんなの場合はね、ここが日本で、そしてこの foreign t i n number ですね。これが マイナンバーになるみたいです。日本の場合は。そして、next。そして、アドレス、住所ですね。メールアドレスは、住所と同じです。っていうことですね。これで OK かな。そしたら、次。next。tax treaty、タックス条約。税金の条約っていうことですね。これ、日本結んでるんですよ。カナダもです。なので、これはね、yes にしないといけないはず。そして、check。 ブックボックスを入れて国を選ぶのかな。これでカナダ。みんなの場合はね、日本の人だったらここは日本を選んでもらえるといいと思います。日本に住んでる人ですよね。そしてこの下は種類何を使ってるかですね。アドセンスなのか、それか、モーションピクチャー、TV、YouTube。これだな。YouTube に、まあ、動画を上げてるんで2つ目ですね。 そしてここが reason 乗り継ぐ意図 meets the terms of the treaty article 乗り継ぐ伊藤がこのタックス条約に適しているかどうかっていうところですねこれにチェックを入れないといけないねはい適してますそしてタックス取りすぎないようにしてくださいっていうところですね article and paragraph これは選べないねこれしかないね そして withholding rate.10% reduced rate. これはカナダは条約を結んでるんで10%になるんですね。これがないと30%になっちゃうんですね。でかいですよね。10%。そして next。これで問題なかったら I confirm that I have reviewed. まあこの書類見て間違いないですよっていうところにチェックを入れます。そして next。 ちゃんと間違ってないかっていうのをここでチェックをしてくださいね。これ、ちょっとね、あの、俺の英訳に頼らずによかったらね、Google 翻訳とかでも使っていいんで、ぜひみんなで翻訳して確かめてくださいね。要は、間違いないですよ。この書いてる情報にっていうのと、それから、アメリカに住んでるわけじゃないですよ。そうですね。そんな感じのことが書いてます。で、間違いなかったら、ここに自分のフルネームを入れてください。 そしてサインしてる本人だったらここにイエスを入れて NEXT。これはアメリカに住んでる人が俺の YouTube の動画を見てそしてそれに対してね税金がかかった時に Google がそこを払ってくれるかっていうところなんでこれはイエスにしましょうね。これもしもうちょっと詳しくわかる人いたらコメントで教えてくださいね。多分間違ってないと思うけど。 そして、これはもう新たにタックス情報を、あの、新しいアカウント、まだ収益をもらってないアカウントでのために作ってるわけじゃないので、この下ですね。I'm providing tax info for our existing payment profile。もともと、もう登録してる情報、あの、お金受け取る情報に対してのものとして、このタックスの情報を提出してますよっていうことですね。俺と同じような人だったら下。 そしてここは2020年の1月1日以降に提出したこの情報が変わってないか。変わってたらここの下に書けばいいっていうことですね。これは特に変わってないんでこのままかな。これでサブミット。はい、これで終わりました。提出無事にできたはずです。大丈夫かなちょっと心配だけど。 皆さんもね、多分不安になると思うけど、ちょっともしね、ほんと分からないところがあったら、自分でもぜひ Google の翻訳なんかも使って、詳しく見てみてください。そして本当に分からないという人はね、税理士さんとか、YouTube 関係にちょっと詳しい人なんかがいたら、その人にね、相談してみてもいいかもしれないです。俺は多分これで大丈夫だと思います。今日のこの動画を参考になったなと思ったら、ぜひね、あの、同じように、 タックスのこのね、申請に関して困ってる人のためにも高評価をお願いします。そしたらね、あの、YouTube のアルゴリズム的に、この、今日のこの動画を他のね、困ってる人にもシェアしてくれるように、プッシュしてくれるようになるんで、協力してください。じゃあ、次の動画で会いましょう。ピースいやー、このタックスの処理とかね、その申請とかって結構大変ですよね。 皆さんどうしてます ?YouTube、もう収益化してる人、この中でね、もし見てたら、自分で全部やってるのか、それとも税理士さんに任せてるのか、よかったらね、コメントで教えてください。じゃあね、待ってます。ピーサ